桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃香です。こんにちは。変な髪の毛がいた。ということで AKB48、 どうしても君が好きだの今はラストファミでございます。そう、今日は東京でファンミーティングなんですけど、今日がラストの、どうしても君が好きなのラストファミということで、はい、今は一部のステージが終わってきて、でこのあと一部の方はスリーショット写真会があって、お西は二部の方なので今は休憩中でございます。二部行きます。写真撮るの楽しみだ。お、待ってる。あとね、大西ちょっと言いたいことというかさ、お伝えしたいことがあって、なんかそのなんだろう、昨日とか今までのやつ、今までなんかこう対面して会ったりするイベントの時に、なんかそのファミの時にスリーショット、フォーショットか、フォーショット写真会、まあスリーショットか、メンバーとの写真会があるやつの時にポーズ何がいいかなみたいなっていう話になった時に、じゃあみたいな、もし隣とかに行ったりとかもできるからみたいな、それでもいいかもねみたいな話とかを何人かにしちゃってたんですけど、今回からそれダメになるみたいで。そうなんです、そうなんです。だから前回かな、福岡のファンミとかは割とこうメンバーがファンの方にこう隣に行ってハートとかしてた時があったんですけど、今回それがダメみたいで。そうだからっていうのをちょっとねお伝えしたかったんですよね。そうなんです。だからごめんねって。そう、こうメンバー同士がこう入れ替わるのは OK だけど、ファンの方の隣に行くってなるとまだダメみたいです。そうっていうのを今日そうスタッフさんに言われてというか、みんなにこうエンジンの時にお伝えがあって、だからちょっと大西がこれしよう、じゃあファミの時言うねって言ってたやつ、まあ、ちょっとできないよっていうので、ちょっとごめんなさいっていう。そうなんですよね。福岡以外やってたっけ。いや、大西もね、福岡だけで大西はやったんですけど、なんかそう、他のメンバーとファンの方がやってるのをみんな見えるから、あ、じゃあ私もみたいな感じで隣に行ったりとかしてたんですけど、多分それがダメだったみたいで。そうなんです、ご了承ください。コロナじゃなかったらハグはありなのって。どういう世界線。それはどういう世界線なんだろうか。コロナじゃなかったらハグはありとはならないよね、多分。コロナ以前に多分ハグやったことないと思うよ、メンバーがファンの方に。すごい、それコロナじゃなかったらとかの問題じゃないかもね。うん。おもろいな。アメリカ式って、そうね、コロナがなければなって、いや関係ないね。関係ないね。関係ない、面白い。
抱っこしてって、うわやだやだやだ、なんかそういう人湧いてきちゃうやだやだなんですけど。そう、昔だったらね、抱っこもありやなって大西も言ってたけど、もうね25になるとね、あのダメだわダメだわ、ちょっと、うんうん、面白い、やだ、アイドルに何を求めてるの面白い、やだやだ、まあきっとそういうね、あの方針のアイドルもきっと世の中にはたくさんいらっしゃると思うし、それがすごくね、あの素敵だとは思うんですけど、そうですね、私はちょっと恥ずかしいからできない。ほら今日マンゴープリンがね、昼ご飯に出てきたので、マンゴープリンもらってきたんだ、食べよう、いただきます。ハグは高そうって、ハグ、大西とハグするならめっちゃ多分高いよ、1回2000万、ま、あ、めっちゃマンゴー、すごっ、マジ安いかな、2500万かな、うん、10秒10秒2、3万かと思ったって、そんな安いと思うなよそんな安いと思うなようん、うん、目にトロトロだ、なんかうまっ、おいしそう、うん、おいしい、あとちょっとこれ時間経っちゃったからさ、ぬるくなっちゃって、それだけがちょっと残念だけど、おいしい、なんかしゃみでそう、今日なんかずっと鼻ムズムズするんだけど、なんで、おいしい、また花粉かねて、どうなんだ、でも目かゆいとかはないんだよね、でも鼻ムズムズする、風邪って、いや、さすがに風邪はないな、この間引いたばっかだし、うん、体調も全然元気、ムズムズするんで、今って花粉って何なんだろうか、でも夏、まっ、まあ、まあ、まあ、この時期の花粉わからないってね、夏って何なんだろうね、あんまイメージないよね、秋と春でも年がら年中花粉が飛んでるんだもんね、うん、ローソンのプリンですねって、うん、残念、どこのプリンでもありませんマンゴープリン、ケータリングで出てきた、そう、作ってくださったやつ、美味しい、うん、稲、稲だって、あ、そうなんだ、稲、なんかでも去年、うん、なんかでもな、なんだろう、クーラーとかなんかな、よく分からへんや、
ま、おいしい。半身って何するの？半身はステージイベントがあったり、歌ったり踊ったり、あとは企画ですかね。ゲームみんなでやったり、その全員参加型のゲームやったり、抽選会やったり、あとは写真会が当たってる方はメンバーと写真撮ったり、あとは最後普通に個別のお話し会みたいなのがあります。盛りだくさん、うん、うん、まっ、会社は何時までですか？何時までだろう。この部屋も今ちょっと特別にお借りしてるとこなので、そんなに長くはちょっとできないんですけど。あと今この休憩時間に明日の納涼祭のやつもちょっと覚えたいので、まあ、15分過ぎたら、まあ、ちょっと増して終わろうかなって感じです。うん。今日も朝早かったって。でも8時前ぐらいかな。美味しい、めっちゃトロトロ。連日のファミみたいな感じ。確かに昨日もファミみたいなもんだもんね。その日本酒の揃いで。まん、ファミ、ツーショットチェキも撮ってもらえるの？いや、チェキはないな。チェキはないです。あとツーショットもないかな。少なくてスリーショットになると思う。メンバー2人とファンの方っていう。ツーショットはないな。美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。お昼ご飯それだけで、イベント始まる前にというかリハーサルが終わった後に食べたので、そうなんです。今終わった後はこれだけで大丈夫。カレーだったんですよ。あ、なんで知ってんの？そう、カレーだった。バターチキンカレーだった。でも大西はポテトサラダ、ポテサラがめっちゃ美味しくて好きだった。美味しかった。そう。来月で25になるんでしたっけ？いいえ、26になります。来月で、もう来月で26になっちゃう。さよならさよなら。まだ25だったんだって。そう、あれもうちょっと上に見える？ちょっと上に見えてた。今日あと1ヶ月、明日でちょうど1ヶ月になるのかな。今日19だもんね。まだ、お便り年下なんだね。いや、一緒一緒。
高橋やねと同じ、そう高橋小田え今もう誰と一緒、誰がいるえもう今あとその3人じゃない、同い年、あのエイトの中でもうみんな卒業しちゃったってことだよね、もうその3人だよね。前までマリアがいたけどマリア卒業した、からもう97年組は私含め3人しか残っていない。あんなにいっぱいいたんだけどな、エイト大西と同い年、お、入場始まったって、お、いいね、頑張って並んでね。97年組良かったね。そう、エイトはね、あの中2の世代と高2の世代が多かったんですよね、最初。アイドルとしては高齢化とって、なんでそうやってわざわざさそんなこと言うの、分かってるっちゅうねん、ちょっと待っとけ急ぐな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 、分かってるから待ってて、て本当に急ぐな急ぐな、行き急いじゃダメだよ本当にそうそうねえ、まあでも確かに今考えたら本当すごい、自分がこんな年齢になるまで AKB にいると思ってなかった。うん、そうね、ほんと。もう大西も大人になったよ。今日はフォーショットだっけって、そうね、大西のレーンはフォーショットになります。そうです、ファミ好きだから今日最後寂しい、うん、岡部の姉さんが1個上だけ、そうね、リンリンは1個上、今エイトで一番上なのはリンリンかな、その次に私たち3人かな、うん、今回のシングルファン見えるかなって、次のねシングル あるんじゃないかな、わかんないけど、あってほしいよね、行きたいよね、全国いろんな場所行きたい、あと単純にファン見が楽しい、愛知に来てもいいんやでってね、愛知行かなかったね今回、北海道、大阪、博多、東京ね、愛知行きたかったな、お、そういえば新曲いい歌詞だよねって、お、嬉しい、もう新曲好きなんだよね、そう、なんか最近のさ AKB のシングル曲さ、なんか全部好きな曲調、大西元カレですはまあかっこよかったけど、元カレですの後って久しぶりのリップグロスだよね、久しぶりのリップグロス、どうしても君が好きだ、アイドルなんかじゃなかったら、この3つの曲調がすごく好きなんですよね、なんか
爽やか系じゃない？なんか最近 AKB のなんかちょっと切なさ残る曲調が多いよねって。そう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 、なんか明るい爽やかでもなんか切ないみたいな、なんかわかる？なんかそういう感じの曲調が続いてて、のんしすごく好き。うん、ね、なんか儚い感じいいよね。うん、どうしても君が好きだの、ラスサビもすごく好き。転調するよね。好きになるってその衝動は、むしろ好き。どうしても君が好きだの、そうね、伝承するところも好きだし、最後なんか元気になるのも好きだし、久しぶりのリップグロス大西めっちゃ好きなんですよね。うん、うまくいかない恋愛感が続いてる気がするって。確かに、どうしても君が好きだって言ってもどうだっけ。いや、どうしても君が好きだきっとうまくいってるよ。でも自己嫌悪に陥ってるのか最初僕は僕じゃなくなって自己嫌悪に陥ってしまうんだ言ってるわ。いやでも葛藤があってこそのだよね。最近は恋が実りませんなってそうね、最近のシングルで恋はあんまり実らないかも。逆に実ってるやつってある？それで言ったら元彼ですもんね。うまくいってない感あるよね。その前はヤマーモルーマーはまあまあまあ、うん、まあでもネモハモルーマンも言えばすうまくいってないよね恋愛。ちょっと会ってないうちに見違えるくらいルージュが似合う女と呼ばれてたなんて。 AKB は恋実らながちあ、その前は失礼ありがとう。あ、失礼しちゃった。あー、失恋しちゃったじゃん。サステナブルも失恋ソング、確かに。あれっきりこれっきりそんなの悲しすぎるじゃない。失恋なのかなサステナブルって。両思いの曲ってある？ AKB って。いや、あるはずだよね。両思いはある。好き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 とかもそうだよね。一応付き合ってはいたりするもんね。カップリングとかになるのかな。表題はあんまりないのかな。あ、うまくいかない感じが共感多い気がするって。ああ、なるほどね。シングルではなさそう。シングルでは一個もないのかな。全部失恋とか愛伝えに行く感じなのかな。やばい、もう2時10分だ。15分に終われるようにするわ。
真夏のサンズグッド、真夏のサンズグッド、うん、うん、ててててててて、てててててて、つって、ててててててつって、ててててて、てて、て、サウンオイル背中に塗ってと、水着の上外しながら寝そべった。大胆な君の一言は甘たるい匂いがした。どこまでも青い海と空、僕たちの関係に似てる水平線は交わってるのに、今はわがままな妹の真夏をさすぐつぶやきながら次の、あー、もう両思いって分かってるけれどもって感じ。いやでも妹めっちゃ仲いいんだ。じゃあ永遠プレッシャー全然、あれ A メロってどうなんだっけ。3歌詞出てこなくなっちゃった。もうでもまあ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 、あるか、私に期待しないで。そうだよね、そうなのよ、私に期待しない、理想の彼女になれきっとなれない、そんなのプレッシャーだよっていう曲だもんね。あ、真冬の欅通りで、あ、突然告白されてんじゃん。いやん、告白されちゃったけどっていうこと？うわあ。でも理想の彼女になれないから付き合っていいって、はいを返事するのがっていうこと？やだ、いいじゃない。いいじゃない、いい恋愛してるじゃないね。ねえ、なあ、ラブラブハッピーエンド、確かにラブラブもうめっちゃイチャイチャラブラブみたいな曲ってないのかな。もうバカップルを描きましたみたいな歌詞の。雨の動物園、あれ動物園の歌じゃないのか。あれ歌詞どんなんだっけ。恋のお縄、恋のお縄はあれでしょ、浮気、浮気見つけちゃった系でしょあれ。ハートの独占権、私ハートの独占権、雨の動物園わざと選んだのよ、誰もいないなんちゃらコース、両思い系か、二人っきりになりたいってこと。口移しのチョコレートはイチャイチャ通り過ぎてベチャベチャ。なあ、ベチャベチャ。やだ、そんな言い方しないでよ、想像がさ、やだ、ベチャベチャって言わないで。これと口移しして、何だっけ、チョコレート口移ししてディープな、レレ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 レ
甘い股関節、甘い股関節ってあれどんな歌詞だっけ。ていうか最近さ、股関節じゃないんだけどさ、なんかさ、ちょっと聞いてほしい、あのさ、ここがさ、ここが痛いの、ここ何あのさ、K のさ、公演、あのコンサートが終わってさ、次の日、私ここ筋肉痛で痛いわって言ってたの。でも治んなくて、これ筋肉痛じゃないっぽいんだよ。ここをね、こうやって伸ばすと痛いの。ここ何そう、ここがね、痛いんですよね。ここ何、なんで痛いんだろう。これずれてるのかな、なんか。まず肉なのか筋なのか骨なのか、それもわかんないの。なんか伸ばすと痛いやんって。まあ踊ってるのとかはまあまあ大丈夫なんですけど、このあの体勢になったら痛いの。ストレッチする時とかは痛くなっちゃうんだよね。まあ整体に行った方がいいのかな、これは。マッサージとかじゃなくて。あ、終わらんね。整体に行けばいいかな。整体行ってみよう。そうする、ありがとう。もう嫌だわね、本当に。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位コバットマーク大西洋さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がアウルコート、1位がマークアコーダットマーク太田軍大西大地空挺団さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がコマットマーク大西洋さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がよっちゃんのゆももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がつばささん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がカノンアットマークずっとエイトオシさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がバブルスアットマーク中アフリカ中央 TV さん、ありがとうございます、イエイ。そして、9位がライオマルさん、ありがとうございます、イエイ。そして、10位がとち太郎さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が大西かきアットマーク大西がアットマークポーズ悩み中さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がつよしさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がたけちゃんとマーク大西くんさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということで、予定よりちょっと長くやっちゃったけど楽しかった。ちょっとまた気向いたらサーガス大西もイチャイチャラブラブな曲とかないか、シングルでということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。引き続きファミは続くので、あの夜のステージ来られる方だったり、写真会だったり、個別のレーンだったり来てくださる方はお待ちしております。気をつけて来てください。ということで、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではバイバーイ、ありがとうございました。みんなも探してみてじゃあね、バイバイ。